南極大陸、はい、諦めてたまるか、1年間共に戦ってくれた犬たちの命と日本の南極観測のために何としてもこの勝負勝たなければなりません。唯一の救いはブリザードが収まってくれたことです。明日は必ず行ける。夜明けとともに空輸を開始します。そう力強く宣言する柴田恭兵演じる白崎隊長だったんですがね。はい、まあまさに事実が変わるわけもなく、結局はなんとあんなに沈着冷静だった坂井雅人扮する氷室が、こんなことが許されていいんですか。僕は犬たちに命を救われました。今僕が生きているのはあいつらのおかげなんです。それなのにたった15頭の命をどうして助けに行けないんだ。そして木村拓哉演じる倉持は、苦しませずに死なせてやりたい、と薬を使って自らがあの犬たちの始末をすることまで決意、でもセスナは一回たりとも飛ばされることなく、最後に倉持は南極大陸に向かって、ごめんなごめんなと涙涙、でまあ今回のいろんな人物のいろんな思いを背負った涙ながらのセリフね、白崎隊長、氷室、倉持、まあこのあたりの芝居、通常だったらドライリハーサルを 2,3 回繰り返してから本番ということになるわけですよね、カメラ位置の確認とかいろんなこともありますから、でもその瞬間の気持ちを大事にしたいという監督のこだわりから1回しかやりません、あらら、まあだからドライ即本番、ということはドライの時から役者はその気持ちを高めていかなければいけないと。そうですよね、本番に映っていたあの涙涙、なんとドライからなだれ込む形であそこまで行っちゃってるという、ね、まあだからこそね、こう真に迫るというかね、こう見ているこちらに心に訴えかけられてくるという、ね、でも、気になる視聴率、なんとこの前はいわゆる9時からの定時開始だったにもかかわらず、というかだからこそなのか、13.4、 やっぱりね、あの、犬たちのかわいそうな姿は見たくないと、いうことなんでしょうね。まあね、犬飼ってる人多いですしね今ね、で実際にね、本当にね、あの首輪が抜けずにね、キャンキャンキャンと叫ぶ姿ね、で行っても犬たちは自分が演技をしてるっていう思いではやってないわけでしょ、結局そういう状況だから本当に吠えてるわけでね、これはやっぱりね、見てて辛い以外の何者でもなくなってくるし、動物愛護協会文句でくるからですね。でしかも物語上でも、あのうち生き残るのはたったの2頭っていうことは、これ誰もが知ってしまってるね、そうなんですよね、まあだから本当に国民の大体の人間が知ってるストーリーっていうのはね、改めてこうやってドラマ化するっていうのは意外と難しいところで、難しいでしょうね。次どうなるんやろうかとあんまり思わないですもんね、なんとか頑張って生き残ってくれっていう思いじゃないですもんね。そう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 、もう2頭しか残れへんねやって思ってますからね、まあだから映画では南極物語ということで本当に大ヒットしたんだが、連ドラには向いてない、まあ大多数の視聴者は、あの太郎次郎が発見されるのは多分最終回かその1回ぐらい前だろうと、だからそこを見て、ああよかったなという思いだけをしたいと、まあそんなこともあってね、この 13% 台ということになってるんじゃないかとね、厳しいですね。ただそういうことでいけば、次は芦田愛菜ちゃんの涙が見られるかもしれないと、これで数字がひょっとしたら少し上がるかも。愛菜ちゃん頑張ってください。ところで、あの公式サイトの現場レポートの方には、犬たちに関するこんな撮影秘話が、南極大陸シーンの撮影が行われたのは北海道根室市を中心とした道東、雪まみれになって撮影する犬たちについて伺うと、寒さに関してはそんなに心配はしていません。寒さに強い犬たちを選んでいますし、普段住んでいるところが稚内なので、とドッグトレーナーの宮忠臣さん、そんな宮さんの言葉通り、寒い寒いと人間が凍えそうになりながら撮影している中、犬たちは元気いっぱい雪の上を駆け回っていました、そして第7話までたびたび登場した犬ぞりシーンに関しては、大変ですね、
現在犬ぞりに適していると言われているのはアラスカンハスキーという犬だけなんです、うん、そういった犬だけで組むのであれば良いのですが、うん、今回は犬ぞりには不向きな犬も組み込んでいるので、うん、犬たちに前を向かせて走らせること自体が大変でした、はい、寄せ集めの集団ですから歩幅が合わない、体重が違うので力のバランスが揃わない、喧嘩を始めるなどバラバラなチームですから苦労しましたと宮さん、うん、撮影が進むにつれて犬同士はもちろん、うん、木村さん山本くんとの息も合うようになり、うん、印象的なシーンの数々が撮影されたのでした、はい、もちろん犬たちの体力を考えて、うん、実際に犬たちが引くのは本番だけであったりスタッフが一緒になって引っ張ったりと負担にならないように気をつけながらの撮影となりましたが、うん、共に過ごしたキャスト&スタッフの癒しとなった犬たちの存在は大きなものでした、はい、そんな名演技を披露してくれている犬たちですが、うん、第8話では犬たち一頭一頭の姿が描かれます、うん、事実を元にした物語ですので、うん、結末をご存知の方が多く、うん、結末を知っているから見られないという方もいらっしゃると思いますが、うん、帰国した越冬隊や観測隊がどのように過ごしていたのか、うん、南極大陸での犬たちの姿はどうであったのか、うん、第8話をご覧いただき何かを感じていただけると嬉しく思います、うん、果たして犬たちの運命は、うん、はい、とにもかくにも南極大陸、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。